黎明の瞳は、韓国の小説家金星賞による小説作品及び同作品を原作とするテレビドラマ。1975年10月より、日刊スポーツにて連載が開始され、1981年、南東より、全10巻の単行本が出版された。チョンジヌが、自らが代表を務めていた。 ウススムフィルムにて映画化を計画し3月に撮影を開始したが、翌4月に国家安全企画部に拘束された。釈放時に、チョンは制作中止に関する念書を書き、映画化の計画は中止された。1991年にテレビドラマ化されている。第二次世界大戦末期から朝鮮戦争期の日本、中国、朝鮮を舞台に、 三人の男女が戦争に翻弄される姿を描いている。1991年、韓国の民放局 MBC が、キム・ジョン・ハク演出、孫子な脚本で、テレビドラマ化。10月より、MBC 水着ミニシリーズ枠にて放送され、平均視聴率40%強、最大視聴率58.4%のヒット作となった。翌1992年には、 第28回百層芸術大賞テレビ番組、部門大賞、作品賞、最優秀演技賞を含む6部門で受賞した。MBC によって YouTube で無料公開されている。ありがとうございます。